ほら、ルーリットの村に着きました。私の言った通りではありませんか。本当に頭に入っている。妹への執着が姉をここまで必死にさせるのか。あそこに見える人影、もしやセレカだな。おい、お前はバカですか。セレカと会うには心の準備が必要と言ったでしょ。この胸の高鳴る鼓動が収まるまで待ちなさい。それもう完全に妹コンプレックスだろ。コンプ、神聖語ですか。いやいいんだ。それよりセルカを呼ぶからな。待ちなさい。待っていたら日が暮れるって言ったろ。おいセルカ。どうしたのですか。ごめんなさい、私泣くつもりじゃ。嬉しいの。でも顔色が悪いな。疲れが溜まっていそうだ。そんなことない。まだ仕事が終わっていないから式譜を選択して、その合間に子供たちの相手をして、式譜を全部干して。式譜ってこんなに多く。病人が教会に集まっているの。看護で多忙を極めたのですね。任せておきなさい。洗濯と子供たちの世話はキリトがやります。俺かよ。ならば疲れ果てたセルカを優しく慰める役をやるのですね。いいですが、失敗したら一刀両断にしますよ。洗濯と子供たちの世話だな。任せておけ。まずは洗濯から始めるか。ああ、チビたち元気にしてたか。おうと言ったんだろ。言ったよ。今は聖豪騎士と共に戦う剣士なんだからな。あの頃の俺と一緒にするなよ。でも帰ってきてんじゃん。そういうの出戻りって言うんだよ。そんなませた言葉どこで覚えたんだ。キリトはまた居候か。きっとそう。剣士なんて金にならないって鍛冶屋のおっちゃんが言ってた。ああいうのは聖豪騎士様みたいな地位がしっかりしたとこじゃないとすぐに首切られるんだって。本当か。キリト首か。やめろ。無垢な心で俺の置かれたあやふやな立場を的確にえぐるんじゃない。仕方ないな。首切りと手伝ってやるよ。汚れた手で洗濯物を掴むんじゃない。やり直しじゃないか。やっと洗濯が終わった。これを干す前に子供たちを寝かしつけた方がいいな。また汚されても困るし。おいみんな、お昼寝の時間だぞ。部屋に戻ってくれ。はい。よしよし。あの子、みんな寝に行ったのにどうかしたのかな。キリトお兄ちゃん、ご本読んで。え、あ、あとじゃダメ。う、子供の切ない上目遣い、辛い。読むよ。読むから。わーい、大好き。ああ、この子も寝てくれたぞ。この間に。
キリト、式符はまだですか？干した式符を古いものと変えるのです。日が暮れる前にやってください。手伝ってくれよ。私はセルカと一緒にいなければなりません。畜生。やってもやっても仕事がある。セルカはこれを一人でこなしたのか。一週間も。そりゃ姉を見た途端に緊張が解けて泣いてもおかしくはないか。式符は買い終わったけど暗くなってきたな。青いバラを発症したものがあんなに多いとは。予想以上に深刻なのかも。セルカに会いに行く前に村の人たちの話も聞いてみるか。あの人に聞いてみよう。セルカちゃんがいてくれて助かったよ。シスターアザリアが青いバラで倒れちゃって、その後急病人がたくさん出て。やはりセルカは大変な状況を切り盛りしていたんだな。青いバラのせいで大勢の人が困っている。このままでは死者も出てしまうかも。死者が？村長がそうつぶやいているのを聞いたんだ。ありがとう。村長に話を聞いてみるよ。達者そうだな。村長、一つ質問があります。遠慮なくしたまえ。このままでは青いバラで死者が出てしまうと噂で聞いたのですが。本当なんですね。シスターアザリアは最初の患者の一人であった。彼女を含む三人が突然発症した。原因は？この三人は同じ食べ物を食べているとの噂が立った。それでパン屋が疑われたが、その後その店の食材で発症したものはいない。詳細はパン屋に聞いた方がいいだろう。わかりました。シスターの病状が一番思わしくなく、そこへセルカが帰ってきた。セルカは教会に残された文献を引っ張り出し、青き呪文に効いたという薬草を試した。その薬草が効いてシスターを含む病人たちは回復に向かった。大活躍ですね。村人は皆セルカの功績を称えたよ。各地に伝令を送り治療法を伝えた。だが問題はそれで終わらなかった。青いバラの患者が急に増えたんだ。運も悪く治療法を伝えた時に残りの薬草も各地に渡してしまっていて、薬草は特殊なものでもともと蓄えがほとんどなかった。増やそうにも今は季節外れで。このままだと患者は助からないのですね。セルカはどうにかしようと村中の文献や年寄りの伝承を探っていたが、成果はないようだ。重責を背負ってしまっている。このままではあの子にもこの村にも限界が来る。その前にどうにか収めなければ。そのために俺が派遣されてきました。任せておいてください。これがベクタの迷子だった若者とはな。頼もしくなったものだ。パン屋に聞きに行くしかないな。
パン屋さん。うん。君は教会に居候していた。はい、キリトと言います。シスターアザリアが食べたという食材について。君もうちの店を疑うのか。あ、いえ、そういうわけじゃ。確かに最初に発症した人たちはうちで新作キノコパンの味見をしたさ。でもうちは悪くない。収集家の持ってきたキノコを使ったからあんなことに。収集家？キノコの収集家だよ。だから言ったんだ、うちで扱ったことのないキノコは買い取れないって。なのに格安でいいって言うから。もういいだろ。じゃあな。キノコの収集家が変色したキノコを売った。これは手がかりになりそうだな。よし、一度セルカとアリスのところに戻るか。いい香りがする。夕食が出来上がったかな。ただいま。おかえり、キリト。セルカ、少しは元気になったみたいだな。姉様に慰めてもらったから。ほら、そんなことより姉様の作ったサンドイッチ食べてみて。今一瞬浮かべた、ただならぬ殺気を感じたとでも言いたげな表情は何事ですか。いや、逆にユージオの証言ではお前は料理上手だっただ。その逆にがどこにかかる表現か詳細に答えてもらいましょう。返答次第では。すぐ食べます。うん、うまい。アリスは料理の天才だな。そうよ、キリト。そもそもこのサンドイッチ、今日は私が教えたけど、もともとは姉様に教わったサンドイッチなんだからね。美味しいのは当たり前じゃないね、姉様。姉様？どうしたんだ、アリス。覚えていないのです、作り方も味も。それはアドミニストレーターがシンセサイズしたからで、君のせいじゃ。分かっています、分かっているのです。しかし胸が苦しい。ここが故郷、そう思い込もうとしても心に罪悪感が募る。ごめんなさい、セルカ。宿泊を勧めてくれましたが、現地調査に行きます。もう夜だぞ。構うものですか。出発です。しかし。いいの、キリト。でも。いいのよ、私は大丈夫。姉様に十分に慰めてもらったし、気にしていないわ。ごめんな、行ってくる。ところで。ええ、それで。わかった。